ネギを切ります。こんなぐらい。これでネギ1本分ですね。で、フライパンに並べます。そしたらちょっと水を垂らして火をつけて弱火で、で、あとは蓋をして蒸し焼きにします。まあ手間がかかるのはこれくらいですね。簡単簡単。さて、もういいかな。あちゃ、焦げすぎてしまいました。まずい、焦げすぎですね。まあいいや。たらパンを用意して、で、できたらこうハムを1枚乗せた方が美味しいです。そしたらがこの上にネギを並べます。ちょっと、で、ネギを並べたら、マヨネーズをかけます。よし。で、お好みで塩をちょっと。さて、これで出来上がり。サンドイッチにした方が食べやすいですね。で、ネギはまあ炒めてもいいですし、オーブンで焼いても美味しいです。簡単ですけど結構美味しいんです。ネギとパンは味があります。ネギパンです。ハムは入れた方がいいね。